皆さん、俺新たな外役プレイ思いついちゃいました。というのも、これ COD モバイル e スポーツっていう、まあ、公式のチャンネルなんですけど、なんか海外だとね、1000万円の賞金の大会とかやってるらしいのね。で、そこでね、海外のプロがね、あるプレイングをしてて見ちゃったんですよ、俺。プロゲーマーが、まあ、こんな感じで、ショットガンで敵をね、ボンボン。もう一回やるわ。プロゲーマーがこんな感じで、ショットガンで敵をね、ボンボン倒していくみたいな風景見ちゃったんですよ。で、これで俺可能性感じちゃったんだよね、ショットガンの。プロでも、近距離だったらショットガンにボコられるんですよ。つまり、ショットガンでガンマッチする。それこそが、プロの教え。と勝手に解釈したんで、ショットガンのね、ガンマッチカスタマイズでやっていきたいと思います。まずね、プロが KRM 使ってたんで、KRM は使うと。さらにサブで持ってるショットガン、ショーティーも採用と。で、近距離はね、やっぱね、位置ね、相手の位置が分かりたいんで、心拍センサーを採用しつつ、自分は UAV とかで位置バレたくないんで、ゴーストを採用するというね、相手に情報は渡さねえけど、おめえの情報は渡せというね、完璧じゃねえか、理論上は。というカスタマイズをね、ランクマッチで通用するのかね、まあ、検証していきたいと思いますわ。どうぞ。さて、アメリカのプロも想定してないだろうな。自分のプレイングを見て、突撃するショットガンを見て、発想するとこは日本人、イモることだと。これがジャパニズム文化の。やはりジャパニーズはちゃんとイモるな。ちゃんと、わかった。お前らも、よ、これは慈悲はいらないということだな。俺も少しイモることに対して最近罪悪感を覚えていたが、奴らもイモる。お互いいいじゃねえか、ジャパニーズ同士。ナイス。イモ同士の熱い戦いを繰り広げようじゃねえか。オッケー、ナイスかも、味方。ナイス。今やらかしたね。危ない危ない。ここで、イモりますよ。おい、お前、そう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 。俺はここでイモりたい。やめろ。それは、アメリカ人の立ち回りだ、その立ち回りは。日本人ならば、ここで、イモる。イモる。これが日本人ジャパニズムよ。イモる。これがジャパニズムよ。で、これで位置を変えるんだよね、ここで。ここでもう多分嫁ってくると思うんだよ、俺、お予想は。明らかに。で、この建物の中取れた、あ、あいつはもういないんだと思ったら、奥でイモってるっていうね。この二段構えがジャパニズム。ここは捉えてるぞ。そう、捉えてる。もう見てんだよ。ちゃんと相手も見てんだよ、偉く。待ってんだよ。相手が待ってんだったら、5倍の街を見せなきゃいけないよね。UAV 出しての、相手が1イモるんだったら、俺は、10イモらなきゃいけない。ここでイモるわ。これいるのは分かってる。ナイス。で、これでジャパニズムですよ、ここで。また。位置を変え、品を変え、ジャパニズムを見せなきゃいけない。で、多分相手一回、もうね。あー、マジか！今のは油断してた、俺。おしゃべりに夢中になった。オッケー？オッケー？オッケー？これは普通だな。普通のプリングで見せちゃったわ。で、ここでもう一回ジャパニズム。これ。いや、行かなくていい。行かなくていいぞ。それはアメリカ人の立ち回りだ。お前日本人だろ。それはアメリカ人の立ち回りだ。やめた方がいい。アメリカのプロは確かに突撃してショットガン運用してたが、俺らジャパニーズはそういうことじゃねえ。このショーティーもあるからね、2つの芋で10発芋れるって考えたら芋った方がいいわ。芋った方がいいぞ。芋った方がいいぞ。ここ見ない方がいい。ここ見ない方がいい。見たら負け。相手も見てるから。それは違う。その立ち回りは確かに正しいんだ。待って、動かなかった。危ない。マジ今動かなかったわ。正しいんだけど正しくねえんだよな。犬裏で湧いた。裏で湧いた。危ない。 UAV のおかげで気づけた。やっぱ UAV 強い。やっぱあれだな、ゴースト必須ぎだな。ゴーストあるとないとで立ち回りが全然変わってくるわ。ゴーストあると結構こういう時にバレないで立ち回れるけど、これは待った方がいいと思うよ。ここで待つ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 。行こう行こう。いいよ、この立ち回り。二人はプリキュア作戦な。ナイスプリキュア。オッケーオッケーオッケー。帰るわ。お前のプリティな場所俺は今奪い取ったからな。返します、あなたに。これはいい男だったね、あの男は。大和魂感じたわ。ククオ。お前、そう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 。他の場所見てていい。ここ俺待ってるから。ここは俺がキープしとくから。ああああ危ない危ない。やめろやめろ。なんちゅう男だこいつ。なんちゅう男だ。あっぱれ。お前もしかして、相手もしかして、日本人ではない。あんな勇敢な男がいるのか。同じ大和民族として、ナイス味方。強い。ここで待ちますわ、また。一人抜けて、一人抜けた。絶対強い、これ。この立ち回り、本当に強いんでは？
これはジャパニズム、正直いらねえ疑惑あるけど、これが大和ジャパニズムか。これで棒立ち、オッケー、うまい、マジか。もう完全にすごいね、見てた彼の立ち回り、あそこにロックオンしてたからね、本当に。これがジャパニーズとジャパニーズの熱い読み合いだな。いやすごい、見てフラッシュ入ってるよこの人、この人、この人からビビってるだろうね。なんでこんなにフラッシュが入るんだろうっていう、私が原因です。ここ難しいんだよな、でも待つの。あ、終わった。ファイアリングレンジか、ここはね、むずいぞ。レンジがファイアリング長いから、イモれないんだよな。いたな、めっちゃ。ここで待つ、待つ、待つ、待つ。ここで待とう。来るっしょ？一人ぐらい来ないか。誰一人来なかった。上にもイモってない。これは厄介な相手なんだけど、これでイモるわ。裏から来ると思うんだよね。ここのイモ強いよ。ここはいるんだけど、見にくいんだよね。この、こっちのを見なきゃいけないから。はい、ジャパニーズ。俺は1分半声も出さずに、お前が来るのを待っていた。これの意味がわかるか、ジャパニーズよ。俺の方が大和魂力が高かった、そういうわけだ。これで突撃します、これ。オッケー。これで、いるかな？いやー、あいつはちゃんと待ってるのか？で、これ多分上がっ、ここら辺にいた方がいいな。これ圧をかけ続けた方がいいわ。多分降りてくるのを待ってると思うんだよね、俺。オッケー？オッケー！この立ち回りよ。で、イモります、これは。で、こっから来ると思うんだよね。こっから来る敵を1分間半待ちます。これもう本当にもう、我慢力だから。要は、このゲームって、本質は。このゲームの本質みんな知らないと思うけど、我慢力なんで、我慢できる人間が強いってことね。いたね、今。あそこで、みんな打ち合いたがるんですよ。それはね、これいい。これ味方、スナイパー暴れてもらって、そいつを狩りに来たやつを、大丈夫大丈夫。狩りに来たやつを俺が狩ると。いうね、完璧な図式が生まれつつある。これで、ヤマト？ジャパニズム！これ裏から来たか？ UAV が常にあるから、で、アナイアレーター出たときは毎回動画で言ってるけど、突っ込んで OK。アナイアレーターだけはね、突っ込める。最強の、ハンターキラードローン！そういうことか！もっとイモレと！確かに、アナイアレーターが出たからといって、トスっていい理由にはなんないよな。で、これであれ、あれでしょ？これ有利ポジで待ってるでしょ？イモります。これで、いるね。ナイス。オッケーやった。ての、ここら辺でうろちょろするのがいいんじゃない？で、ここにいる。ここに来る。絶対ここまでクリアリングしたがる。クリアリングしてこないならいいよ。忘れた頃に動き出す。忘れたね。で、これ俺を意識させ、これ撃って。で、俺はここにいますよと思わせてのこれ。まだ思わせる必要があるのか。これで、いや、これで意識させるだけ。意識させる、こう。意識させるだけでいい。意識させての大和ジャパニズムよ。いた！いやー！やっぱ！動いちゃダメだったんだな、今の！動いたの、今のミスだわ！ここで待つ。え、負けたん、これ。ま、これでも負けたけど、俺はキルでよかったから。やっぱね、相手の方が今回ちゃんと待ってたわ。待ってる奴が勝つわ、チームデスマッチは。ね？やっぱ大和ジャパニズムということでね、今回ね、KRM のガンマチ立ち回りしてきましたが、本当に害悪だと思います。はい。皆さんは俺相手にはしないでください。お疲れ様でした。おつ。ということで、まあ、今回ね、まあ、やっていきましたけど、最近ちょっとイモる立ち回り多すぎじゃねえかなと自分で思ってます。次の動画でちょっととつりたいね。